いろんな世界のオオクワガタが今日羽化39連発字になるね、やっぱね。突起の位置が結構変わる。はい、どうもこんにちは、みのりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンが具志堅のくんです。いや、具志堅ですよ。あ、具志堅か。具志堅の惜しいな。いや、カタカナで覚えてたんだけど点1個忘れてたわ。化け物かよ具志堅のという化け物。僕の剣の漢字がお菓子の堅揚げポテトの肩で、具志堅の剣ってお菓子の肩揚げポテトの肩の早えな。一緒に出て作ってこう。ああ、上がってきた、いいね。エレベーターエレベーターって言うなよ。このね、セッティングを見てもらえたら分かるかもしれないけども、はい、ここに置いてあるという状態。最近はこれを置かしてもらって、僕の、まあ、飼育してる人たちの一番、まあ、最も、まあ、まず目指す場所かなという作業でございます。答えてください。これを間違えたらもう引退します。あ、まあ確かに、もうこんだけ散々やってるからね、それぐらいプレッシャーかけてもいいかも。羽化掘り出し。いや、お前当てに来るんかい引退する気ないな。羽化掘り出しです。おお、素晴らしい。はい、いや、よかった、引退することなく、はい、あと20年ぐらい頑張ってほしいですけども。すげえ現役バリバリの見込みされてる。いや、今日も羽化掘り出し。ただね、まあ、ざっくりと言うと1種類です。おー、はい、今回羽化してきたのがオオクワガタですね。おお、はい、だからもうオオクワガタといえば日本で言うと、もうずっと昔、僕が子供の頃20年前以上とかになるのかなぐらいには、もう黒いダイヤと呼ばれ、うん、まあ、その当時で言うと本当オオクワガタ1匹で高級車を購入できるぐらいの価格で取引されたとか、されてないとかね、そういう話もあったりとかするんだけど、そのオオクワガタが何種類かいるって感じかな。うん、そう、あの世界にはいろんなオオクワガタがいて、そのオオクワガタ、いろんな世界のオオクワガタが今日あの結構一斉に羽化してきたんで、それをもう一気に行こうかなという感じになります。じゃあちょっと出します。はい、今回羽化してきた子たち、こちらです。はい、こちらです。逆の、もうちょい逆の、もうちょい逆。あー、いけー。あー、外れたー。あー、残念。ちくしょう。違うよ。え、ちくわ小学校卒業生。いや、略してちくしょうじゃねえわ。あ、ごめん、これか。そうそう、こちらでした。もしか、惜しかったですね。すげえな、多いな、すごい量、今日は。うん、だから、まあ下がちょっと大きめのボトル、1400のボトルで、うん、これが上が800のボトルで、真ん中がそれがまあ混在してるような状態になるんだけど、下は9の上が16で、ここが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ということで、だから、ここで30の9、うん、5億です多いな。今年の節分、日本全国で巻かれた豆の数か。多いな。いや、知らんけど。出たよ、知らんけど大統領すげえ、国のトップになったぜすげえ、知らんけど大統領。いや、じゃなくて、おい。あ、そうか、5億、確かに多すぎるね。39ですね。いや、多い。はい、いや、それでも多い、うん、すごいよ。だから、オオクワガタ羽化39連発になります。はい、だただまあそのオオクワガタも何種類かいるんで、まあそこも含めてより楽しめるんじゃないかなと思うんで、はい、もうバンバン行きましょう。はい、はい、ということで必要なものこちらです。はい、はい、こちらです。逆を、ちょっとごめんなさい、こちらですね。いや、それも逆。あ、ここか、ごめんなさい、すいません、もう分かんなくなっちゃって。測り用のノギスと掘り返し用のスプーンで、はい、これでもうじゃんじゃん掘り返して、みんなが無事なのを祈ってやっていきましょう。はい、はい、もうちょっと純不動にはなるんだけど、まあ全部オオクワガタではあるんですけど、まあその都度種類が変わったら言っていきます。さあ、ということでまず1種類目、まあ1匹目かな、国産オオクワガタ。はい、これ岐阜のオオクワガタなんだけど、うん、これは赤目の子ですね。うん、F8 か、兄弟同士で8回掛け合わせ続けてるやつ。まあどうしても赤目同士ってなるとどんどん血は濃くなってくるかな。そう簡単に外の血っていうのはないから。そうで、これが6月か、去年の6月割り出しになるから、まあ幼虫になったのは4月5月ぐらいだと思うけど、だからまあ10ヶ月前後って感じかな、まあ、9ヶ月前後かって感じです。まあ大体これぐらいの印象ですかね、基本は。うん、はい、で、ここで多分メスかな、
はい、多分。でもこのボトルでも大型血統じゃない子はオスも70ミリ台ぐらいの子はここで羽化までいけたりするから、このボトルからオスが出てくる可能性もあるんで、メスだと思ってたら突然オスのパターンもあるかもしれない。さあ多分これはメスで、赤目はねオスに偏ってるから、ここでメスが多いと嬉しい。さあどうでしょう。お、元気ですね。いきます。はい、来ました。もう固まってるね。はい、これちょっと見づらいけど、ちょうどこの赤目、ほんとルビーが埋め込まれてるような。はいはいはい、うん、まあルビーを見たことないからあれだけど、あんまり真面目に話さなかった。うん、まあでもほんとルビーみたいな、うん、ね、ワンピースの主人公みたいな色をしてますね。ルフィ、あれルフィかい。いやいや、そんなにさ声荒げられてる。普通が赤いのかもしれないけど。いやでも綺麗、綺麗に浮かしてきました。はい、サイズはどんぐらいだろうね。でも大型系のオオクワガタは、はい、まあ、50ミリ超えれば十分って感じなんだけど、うん、この赤目とか大型血統の子じゃないオオクワガタに関しては46とかあれば十分って感じかな。うんうんうん、一応サイズも測っていきます。さあ固まってるからもう、まあ、今日2月の6日なんですけど、1月中に羽化してるね。1月の頭ぐらいには。さあサイズはどうでしょう。ざっくりですが、顎先から羽先、はい、44.5、 うん、はい、まあ平均ぐらいか、これぐらいのイメージ。うんうん、いや無事羽化してきました。はい、素晴らしい、幸先最高ですね。幸先よしお。いやいたけども、あいつこのチャンネルではよく出てくるけど、多分まあ顔写真出てると思うんで。いやそこまではなんかイメージしてなかった俺も。はい、さあ次、はい、次が、あ、これも国産だけどアンバランス血統のピューマ、顎太い系だね。次はこれメスはね、だからね、そんなにこう目で見てわかるようななんか特徴はそんな出てないかも。俺は正直わかんないけど、オスだったら顎の太さっていうのはやっぱ、うん、平均して顎太いね。うんうん、うん、その中でも太い細いあるけど、普通の子たちに比べるとやっぱ太い、ちゃんと太いんだけどね。さあどうでしょう。俺もこれちょっとわかんないからいきます。メスかな。はい、おー、オスです。はい、あーやっぱ太いね。これね、伝わりきるかわかんないけど、まあ、今後もしかしたらさっきの赤目のオスとかが出てきたら伝わるかも。やっぱかっこいいよな。いやもうオオクワガタが多すぎるからちょっと減らそうかなと思ってるけど、これ毎回言ってるけど、うん、悩むなちょっとね、正直ね。それは日本のオオクワガタ。そう、日本のオオクワガタで、ね、なんか一応大阪とからしいんだけど、このアンバランス血統っていうのが大阪の大桑らしいんだけど、その販売されてる時に産地書かれてないかったから、もう産地なしとして続けてる。確かにかっけえな。かっこいいよね、これぞ大桑型。かっこいい、この二股に分かれた顎、かっこいいね。サイズは70ミリあれば十分でかいって感じかな、この大型系は。あ、でもやっぱでかいよ、こいつでかいんじゃない。結構意外と禁止瓶2本です。はい、 69.8、 うん、はい、十分立派。親は73ミリ か、 だから親よりちっちゃいはちっちゃいけど、顎自体で言ったら十分立派でした。うん、いいですね。いや、なかなか難しいね。やるのかな、ちょっと悩ましいね。また類題続けるか続けないか問題。うんうん、今だけで見るとね、スペースがあるからやってもいいかなと思うけど、今も産卵セットとか組んでるからね、今後やりたい種類とかもいるし、うんうんうん、そこはちゃんとちょっとシビアにね、現実見て決めていこうとは思うんですけど、類題するかは。いやでもやっぱかっこいい。はい、さあそして次は、あ、これもアンバランスケット、ピューマ。これメスかな。基本2本で羽化まで行ってるかな、ここら辺の子は。大型系はやっぱオスは早いと2本だけど、基本3本まで行ってるイメージ。ここら辺の顎太い系と赤目系は2本で、1本から2本だね。さあどうでしょう。はい、お、来ました、メスです。お、綺麗、綺麗だね。お、動くね結構。いいね、サイズはそんなかな、45ぐらい。でもやっぱこいつも赤目系と一緒で46あれば十分ぐらい。うん、
どう映ってるこれ。でも、うん、数秒映れちゃうんで。いやもう映ってないじゃん、じゃあ止まってるところ。でもだいぶ固まってるね。はい、はい、素晴らしい。さあサイズはどうでしょう、ざっくりですが。はい、お、45.0、うん、45ありました。十分十分立派です。さあ、具志堅が終電までに間に合うか。ああ、それね、さすがに間に合うか。まあ、あと1時間でどこまで行けるか。まあそうね、うん、1時間で6匹ぐらい開けたいな。おい、どんだけトークするんだよ。それ全部クワガタのトークだろうな。いや、怖っ。それだったら俺も頑張るけど。いや、俺野球系ピッチャーだから。なんでそれ野球系ピッチャー。まあだから、まあテンポよくはやっていきたいけど。はい、次種類変わってグランディス、世界最大のオクワガタのメスだね。これも同じぐらい時期で言ったら、まあ大体、あ、まあちょっと遅いけど、こいつは多分6月とかに孵化したやつ。あ、結構孵化して間もない、はい、からまたさっきまでの、まあ、種類も違うけど、とは言ってもオオクワガタだから色味で、色味注目。さあ、いきます。はい、すごいね、裏、うわ、熱されたような感じ。こっからどんどん黒くなっていく。背中部分もまだ赤くて、お尻も出てるね、まだ。これが時間をかけてこう頭の方の色味になっていくから、で、お尻も締まっていく、締まっていくというか収まっていく、はい、これが世界最大の、今何ミリだろうね、93ぐらいいってんのかな、93、94ぐらいいってるかな。それに次いで多分アンタイウスが92、3とかなんだよね、確か。いや、そんなことない、もうちょい大きいかな。でももう100ミリに迫ってきてるからね、オオクワガタも。俺が小さい頃は80ミリいったかどうかぐらいだったから、そこから考えたらもう10ミリ以上大きくなってる、うん、さあ、サイズざっくりですけど、羽先から顎先まで、はい、46.6、まあ、そんな大きくないかな。この子たちに関しては基本50ミリぐらいいけば、まあ立派って感じかな、とりあえずそのサイズ感で言うと、うんうん、でも羽も開いてなくてよかったです、 46.6。 さあ次は、お、次もグランディス、グランディスのメス、うん、さあこれ、この一カゴじゃいけないかもね、トロブネ。ああ、一回、うん、禁止便の食べかすたちで、うんうん、さあこれも、これは結構禁止便2本目行ったけど、もう2本目すぐサナギになった感じだ。さあ、いきます。はい、おお、これだいぶ固まってるね、いいんじゃない、まあ、まだちょっとお尻出てるけど、でも背中部分とかだいぶ固まってきてる、多分裏側はちょっと赤いんだよね。で、国産のオオクワに比べると縦筋、オオクワといえば縦筋が特徴なんだけど、メスは、はい、そこの縦筋の幅が広い印象かな。なんか国産のオオクワに比べると縦筋が、まあ、そんなに、まあ、強くないというか、国産のオオクワの方が縦筋は目立つ印象はあるかな、うん、まあでも一緒ぐらい、さっきの子よりでも1ミリぐらい大きい、そう、47ぐらいありそう。さあ、どうでしょう。はい、あ、やっぱりだ、48.5、うん、ドンピシャでございます。しん、ああ、そんな力を持った男が、そりゃ恐怖政治のチャンネルだよ。いや、じゃあやめろよ、そんな。木綿？絹？どっち？それ豆腐。あ、あれ、あ、豆腐政治って言ってない、恐怖政治。あ、恐怖政治か。そう、豆腐政治ってよ。はい、すみません、今のボケで笑いすぎてプルプル震えてる方もいるかもしれないですけども。豆腐だけに、ね、豆腐だけにね。ちょっと先に言わないでよ、ちょっとスピード違反だって。さあ、次戻って国産オクワ、アンバランスケットです、はい、これオスかもしんない、 19g だから、うん、メスはやっぱ 15g あるかないかかな、このアンバランスケットのメスってなると。オスはやっぱそれ以上って感じだから、これもオスかもね。さっきの子ぐらいになるかな、70いくかいかないかぐらいだけどになるんじゃないかな、67から70ぐらい。お、おー、かっこいいよ、これ見て、ちょっとこれほら雰囲気あるね。おー、いいね、これが39連発よ。全卓です。贅沢ね。あー、贅沢か、全卓は。そう、ごめんごめん、あれ火星、あいつのせいで
はい、あー出ました。大クワに救われます。あ、さっきよりちょっと顎み細い気はするかな。近くで見たら僕もわかるような気がする。ああね、はい、さっきの子より細、あの細い感じはするかな。サイズは、サイズもサイズもちょっとあ、サイズはでも一緒ぐらいか。かっこいいね、やっぱね。おお。スタイルいい。さっきの子の方が顎は太そうだけど、この子の方がなんか全体的なバランスはなんかいい感じがする。この第一印象。うん、でもだいぶ固まって、サイズはどうだろう。サイズは一緒ぐらいだと思う。69あるかどうかぐらいじゃないかな。さあどうでしょう。はい、68.5。はい。うん、さっきの子より1ミリぐらい小さいかな。うん。いやでもかっこよかったです。いやいいね、順調に羽化不全なく出てきてくれてますね。さあそして次は、お次大クワガタ YG 血統、大型の血統 YG 血統っていうのは、うん、のメスだね。で前回交換が 14g だから、まあ、50mm いってくれてれば嬉しいぐらいかな。はい、うん、で禁止瓶2本目ですぐ羽化まで行きましたね。さあこれがどうなってくるか。もうすぐだ。お、来ました。まだ赤そうだな。いきます。はい、おーい、真っ赤です。おお、やっぱでかいな。かっこいい。これも飼育者の特権。あ、うん、この赤み、逆にね。立派、だいぶ赤いね。てか、でかいね。はい、やっぱでかいな。このやっぱこう固まってない時に出すの出して大丈夫なんですかってくるんですけど、まあ、デリケートだから優しく扱いましょうって感じかな。そうでも心配だったらやっぱ1ヶ月後とかに掘り返した方がいいかもしれない。1ヶ月3週間後ぐらい羽化確認して。うん、でも餌は食べるんで。うわ、もう食べない。まだ全然食べない期間。うん、でだから食べるタイミングになったら自分でこう上がってくるんだけど、禁止瓶とかの場合は自然界よりこの禁止瓶の劣化とかあるから、うん、水分が蓄積されてとかこの菌自体が劣化してうわーってなるから今ボトル落としたビビリだと思ったでしょ、うん、違う、クワガムの心の声。そう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 、まあだからまあ、うわーの部分簡単に表すと、うん、まだ固まりきってないのに泥がうわって上に覆いかぶさっちゃって窒息したりする可能性もあるし、うんうんうん、そこで変に雑菌が入る可能性もあるから、まあ、禁止の状態を見てボトルの状態を見てまだ羽化して間もなくてもなんか新しい場所に入れた方が良かったりとかもあるんで、まあ、そこまで気にしなくていいかなみたいな感じかな、うんうん、気にしてないって感じか僕は。さあ結果50.5。 おー、50は言ってくれてますね、うん、お見事。メスは安定して大きくなってくれてるかな。さすが。これでも全然普通サイズだから大型系ってなると、うんうんうん、だからもうちょいでかい子もいたら嬉しいけどね、はい、さあ次も YG15g。 さっきより 1g 一応重い。さあまだあと30匹以上いるよ。すごいね。この1年前とか去年の夏頃に姿を現してくれた子たち、幼虫として。さあ行きます。はい、おい行きました。 おでかいね。これは固まってるね。おでかい。え、でかくない？ 52 ぐらいありそうじゃない。もう2月よ、あっという間に2月になりましたね。恵方巻き食べた？食べたんですよ。おそんなそう、まあ誇ることじゃないけど、誇らしげに言ったけど、まあ、自主的にじゃないですけどね。ああなんかライブの企画で、ああいいね、真剣にやるっていう企画で、あシュールだなまた本当にびっくりしました。ああでもいいね。俺結局食ってないな。海鮮味。あいいじゃん。何が入ってた？ツナマヨ。ツナマヨ、あいいね、ツナマヨ。卵とか、そう、なんか具沢山で美味しいよね。プルコギ風とか。あ、そんなのもあるんだ。なんか味とか海鮮とか、俺サラダのイメージなんだけどさ、サラダというか野菜系、うん、七福神味。七福味、
え、何それ。わかんないです、それは食えなかったそれ食ってほしかったけどそれ気になるけど、はい、皆さんの気になるサイズも出ました。はい、 52.6。 お、素晴らしい、立派です。そうですか、うちでは大きい方かな。うちのマックスは多分56とか56ミリ、だいぶでかい。やっぱ56ってなると迫力がすごいけど、52でも十分でかいね。お見事でございます。はい、さあそして、お、折り返し、はい、これ、9匹目。はい、これも YG ケットオークは、これ何グラム、ちょっと潰れて見えないけど14グラムだね。これどうだ、メスかな、さすがに。たまにちっちゃいオスっていうパターンもあるから、さあどうだ。ちょっと菌糸が劣化してて心配なんだけど、あ、大丈夫そうです。さあ、いきます。はい、おお、来ました。お、でかいね。だいぶでかい。こいつも50は間違いなくある。あ、お、そうですか。おう、え、具志堅何ミリ見える。まあ、ありそう、間違いなくあるとは言い切れない。あ、具志堅は、でも俺はもう言える、さすがにこれで超えてないなんてことはない。50以上、うん、はい、来ました。51.2。 おー、はい、間違いないです。はい、そりゃそうか、もう絶対に外さない、うん、そう、俺外したことないから今まで。いやー、まあそうっすよね。やめろよ、ベラボーにあるわこの日のために撮ってたから、ベラボーワード、うん、ワード、あ、いいね、温めてた、使いたいわ、俺も。また使って、具志堅も大事な時に使って切り札、切り札だから。あ、ベラボーね、うん、いや、で50、連続で50いってる。はい、はい、さあ、そして、あ、これも YG、これ 16g だね。うん、ださっきまでの子よりもワンチャン大きいかもしんない。はい、54、55ってなったら、55かな、55ってなると異様にでかいから、ちょっとそれがね、そういう感じの子も出てきたら嬉しいけどね、具志堅に見てほしいっていう部分はある。うん、映像で伝わりきってるかわかんないけどね、そのサイズ感が。はい、さあ、お、来ます。でも立派そうじゃない、いきますよ。お、どうだ。おー、でかいでかい。おー、でかいね。でも53あるかどうかかな。うん、いや、十分でかいけどね。これでメスなんだ。うん、だって虹色のオス50とかする。ああ、50ミリ台とかも全然いるからね。そこで言うとすごいよね。さあ、サイズは53ぐらいありそうに見えるけど、はい、来ました。お、53.3。おお、素晴らしい。でもやっぱ55の迫力ちょっと見てほしいな。でも一番でかかったね、素晴らしい。だってもう53って結構よ、5センチって。うん、メスで。メスなのに。そう、やっぱクワガタって、クワガタカブトムシってオスの方がだいぶでかいような種類が多いから、そこで言うとね、53あるってやっぱ相当だよね。オスもだからそんだけでかいっていうことにもなってくるからな。さあ、まあ中にはオスメス同じぐらいのやつもいるけど。さあ、そして次も YG。 YG 結構多いな。さあ、これはサイズ測ってないね、あ、重さけど禁止瓶2本で、2本目も、まあ、暴れたりして結構黒っぽくなってるって感じかな。さあ、どうだ。お、どこだ。結構意外と深いところに。さあ、いきます。お、出ました。はい、おー、でかい。おー、でかいじゃんもう大きすぎて山になる。いや、そう、三木道山に次いでおお、でかいね。え、これ53超えてんじゃない。右肩上がり。いや、ほんとね、いや、これ立派ですよ、だいぶ。さあ、54はあるかも。はい、あー、はい、来ました。52.4。 あー、惜しくもだけど、だいぶ立派。うんうん、ごついね。え、みんな50超えてくるね。お見事でございます。さあ、お、来たー、赤目。はい、赤目です。これメスかな、メスだと嬉しい。さあ、どうでしょう。まあ、オスもね、動画的には出てきてほしいところはあったりするけど、個人的には赤目は今メスの方が嬉しい状態にあるんで、まあ、前の動画とかで赤目も出てるんで、オークワの再生リストもよかったら見てください。さあ、いきます。
はい、お、来ました。おー、綺麗。メスですね。おー、メスですね。ベンツ、メルセデス・ベンツ。おー、おーじゃなくて、まだ途中だってだから。会話、目が赤いのを見てました。あー、いやー、いいね。やっぱ見とれるぐらい、やっぱルビーみたいな輝きあるからな。うん、まあ実際ルビー見たことないからあれだけど。いや、そんな真面目に、うん、大丈夫ですか。サイズは、あ、44.9。 はい、うん、あー、だいぶ変わるね。1センチ弱変わるからね、さっきのこと。やっぱ小ぶりに見えるよね、こう見ただけでも。ええ、50になれちゃいけないというか。そうそうそう、50がやっぱ単純にもう異様な姿に見えるというかね。ここ残り4、はい、次は、お、来ました、宮崎の奥方。お、地元一緒。そう、地元一緒、ずっと類大してる子。今兄弟同士で10回掛け合わせてる状態かな。 F11 になります。これも今メスの方が少ないから、今メスだと嬉しいとこでメスですね。おう、さあ行きます。どこだ。あ、はい、お、お、意外と立派じゃない。おー、こいつも大型系とかじゃないから、そのサイズはそんな気にしないけど、立派な子です。さっきの赤目よりはでかそう。これがだからもうほぼ俺の地元、産地的には綾町だから、ほんと30分ぐらい、車で。おー、宮崎とか地方の30分って結構近いからね。はい、はい、近いっていう判断だもんね。そう、ここね、これが僕の地元の大クワガタ。いないと思ってたからな、俺、はい、地元に。うん、はい、46.2。おー、はい、素晴らしい。今はいるかどうか分かんないけどね。その10年ぐらい前に購入したんだけど、うんうん、その時に見かけた時もう速攻買ったね。おー、やっぱ自分の地元っていうのはやっぱ憧れあるから。公園とかでもやっぱ子供の頃って大クワガタ探してみたりするじゃん、その、うんうん、そういう知識もないから。うんうん、そこの、そういう憧れで、まあ大クワガタっていないもんだみたいな感覚の中、憧れはあったから、うん、そういう中であれ行った時はびっくりしたね。さあ次、YG ケットです。はい、さあ今んとこ50ミリ以上が立て続けに登場してるけど、今回はどうなるか。え、豆まきはした？具志堅。ああ、やりました。おー、すごいね、めっちゃやるじゃん。僕はうちって、うん、外に向かって言わないといけないらしいです。あ、なんかそれなんかの番組で見たな、うん、同時に言っちゃいけないらしい。あ、そうなんだ。同時にっていうか室内で。あ、室内に大概鬼が出てくるじゃないですか、うん、あ、鬼は外へって言って服はうちへって言うってこと。外に向かって服はうちっていう。あ、だから服を呼んでるのと鬼を外に出すってことか。そうそうそう。あ、いや、鬼、まあそうか、だから2月3日にさ、鬼滅の刃映画公開だったでしょ。うん、あれってやっぱ節分合わせてんのかな、やっぱ。なるへそ。あ、久しぶりに聞いた、なるへそ。令和で初めて言ったんじゃない。なるへそ、いっぱいいるわ。ってことかもね。あ、すごい、映画も見たいとこだけど。はい、うん、無惨様が登場します。一番ボス。さあ、どうでしょう。はい、うお、あら、やっぱでかいな。はいはい、ごついもんね。いや、鬼滅も見たいな。あれってテレビ公開はいつなんだろうね。映画で今公開されてるじゃん。あれもうなんか映画もちょっとよくわかんないですね。映画あれなんかね、3部ある。そうそうそう、3話分、刀鍛冶の里1話プラス遊郭編の最終話と最終話の1話前。あれは別に見れてますよね。そうそう、見れてるけど、そこもだから連続で追った方がよりっていうところで、そこの3話をつなげてんじゃない。だからすごい使い方だよね。だ、映画じゃなくて先行公開みたいな感覚。まあ言っても1年前だからな、もう。うん、サイズは、お、50.8。 はい、50乗ってました。おー、もう2月なのか。毎回1って書いちゃうけど、うん、さあ次は、お、赤目です。これどうだ、オスかなメスかな。メスだと嬉しいんでした。そう、メスだと個人的には嬉しい。動画的にはオスの方がだけど、まあオスも以前にも動画に上がってるから、まあそこで
確認してもらうもよし、うん、この回にオオクワガオスが出てくる可能性もあるからそれを見てみるもよしよし行くぞ。うん、歌手あいおーメスですね。赤いね、さすがの。こいつはある程度固まってるかな、うん、いいね、やっぱ目がルビーの輝きしてて、まあ、実際見たことないからちゃんとは分かんないけど、いや別にそんな魔獣に言わなくてもいいと思います。モンキー D、 いやそれルフィ、はあ、ちょっと俺らのお笑いもねちょっと賞金かかってるかもしれないいや三重え、なんで三重って言ったの出身実は2円ぐらいじゃない、あ、いやいや頑張ってもさあサイズは今んとこ45前後だから、はい、おこいつでかいね、46.1、はい、うん、立派、十分。そんなサイズ気にしてない中とはいえ十分のサイズ、うん、はい、さあそしてラストです、アンバランス、うん、多分オス 19g。 お、だからまた次はさっきの2匹よりも顎が太くなったりするかどうか、そこも楽しみだね。でも1匹目が太い方の印象かな、うちのそのアンバランスケットの印象の部分で言うと、数値としてやってないからね俺が、そのどれぐらいからこれぞ太いみたいな感じなのか俺ちょっと分かんないんだけど、見た目的な印象で言うと1匹目は結構太い方だったと。さあ、お、来ますよ、はい、来ました、はい、おお太いね、太いじゃん、太いね、かっこいい。まだ、そうか、まだあの太くないやつを見てないのか、落ち着いて、これも福袋に入ってた子からずっと類代してるけど、いいね、この顎が太いっていうオオクワを飼育する機会ってまあないと思ったから、うん、いい機会をもらったね、福袋で。おお、はい、さあサイズはどうだ、70あるかな、はい来ました、お、69.4、はい、わずかに、まあ70に迫る、70に迫る、70に近しい、あたかも70のような、70と見間違える伝わってるから大丈夫ですね、一回だすごいっていうそう、すごかった、はい、ということで一カゴ目終了。結構メスが多いかと思ったら、はい、定期的にオスも現れて、うんうんうん、みんな無事で何よりでございました、はい、さあそして2段目、やっぱ30分ぐらいかかってるか、こっからもう、まあ数は減ってくからね、その一カゴの、うん、ここからもうじゃんじゃん行きましょう、はい、さあ次、お、これも YG 血統、これ 14g メスだ、 50mm を連続で超えてるからこいつもプレッシャーかかってるかもしんないけど、いやーまあね、うん、まあでも伸び伸びやってほしいね、本当にそう思う、うん、いい結果は気にせず、結果は一旦、さあどうでしょう、はい来ました、お、いやこいつも50あるわ、でかい、立派、でもそんな気がする、うん、やっぱでかいな、どうだろう、やっぱ今オス見た後だからちょっと小ぶりに感じてるかもしんないけど、でもやっぱメスの迫力じゃないイコールやっぱ50だと思うから、違うんだやっぱ俺と見てきてる数、そう見てきてる数は違うね、だからもう、だからなんだろうな、具志堅やっぱ130キロって速く見えるでしょ、はい、俺もう止まってるあれ、あ、そうっすか、うん、その感じ、俺は160キロまで止まってるから、うん、あー、随分じゃ、あ、そうね、もうプロとアマの違いというか、ね、そう、そのレベル、だから新幹線とかも俺止まって見えるから何回か引かれそうになったことあるけど迷惑だな引かれろよそういう時はこれは50、間違いなく言ってます、50オーバーで、はい、50.8、 おー、ギリギリ、はいはい、そう、ここの境目ねが分かるってことです、ね、うん、正直俺52だと思ってたけど正直じゃ伸びしろあるな、いや、おお出たケイスケホンダ懐かしい
ケイスケ本田って呼ぶの。いや、伸びしろ、伸びしろって言ってたのね。あえて本田圭佑が言ってたの、それとも純一ダビッドソンさんがオリジナルで言ってたの。でも言ってたのかな。言ってたんじゃないですか。言ってたのか、うん、あでも謎解けてよかった。振り返せなくなるとかだった。そんなに。とりあえず僕が遮るから。いやいやそんな。その他掘り出しに引き戻しますから。あ最高だね、うん、これ宮崎の奥は。あ本当にランダムで。本当にランダム。さあだからたまお浮かしたてでございます。まだまだ本当に強化も強化、昨日まだすごいお尻出てるから真っ赤だね。後ろとかまだ白い場所もすごいある。白があるってすげえ。ね。動かない。ちょっと怖いな。ここに置いとか。そうだから昨日かな。今日確認してもうさなぎじゃない子はもう今日掘り返してるって感じだから。いやどうした。あのなんていうの、プリプリの、うんうん、あの柔らかいのか。ああそうね、幼虫。ああそれを思いふけてたな。はい。ああ嬉しいね。これちょっとサイズ測れないんでもう戻します。そうよ、感慨深いよ ねさっき出てたあの真っ黒くなるんですよね、うんうん、またこっから。そう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 、まだまだなんだろう、ちょっと幼虫要素があるというか、心は幼虫みたいな状態だから餌は食べれないというかね。さあそして、あこれ大丈夫かな。あ生きてるけど羽開いてるかも。これ赤目です。はい、ここにここに見えるんだけど、うん、なんかここちょっと羽開いてるっぽいね。さあ、まあでも元気そうではあるから、はい、さあどうなってくるでしょうか。いきます。はい、あーやっぱ開いてる。あひっくり返れなかった。うまいこと羽化の時にひっくり返れなかったのかな。まあでも元気だし固まってきてるから多分大丈夫だと思う。はい、はい、うん、でも綺麗な赤目のメスですね。具志堅が実際クワカブ飼育してみて見た動画も撮りたいな、そろそろな。もうどう？わかんないです。僕ん家、うん、柔道なんで家でやるかは置いといて。あ確かに。そう大桑だったらワンチャンまあいけるか。そうなん。そう夏場だけだから活動としては、うんうん、俺んちで産卵セット組むからスタートしてみるっていうのもありだけどね。でカメラマン平岡さんでその回は。なんかそれ毎回。そうそうそう。毎回っていうか。聞いたことある。そう。で俺がその日は休みみたいな。不思議な。無視言いたい。不思議な回あってもいいよな。さあ次国産 YG。はい。さあお来ました。おおやっぱでかいな。でかっ。もう目じゃない、ね、これほら。初めて聞く表現だけど確かに同じぐらい目のサイズだよな、うん、俺パッチリ二重だけど、うん、それでも同じぐらいだからな。ごめん一重なんだけどさ。俺ちょっとあんま分かんない一重と二重の違いが。あまあなんて言えばいいんだろうな。確かにいや分かりますよ、うんうん、分かるんですけど、うん、普段そこまで気にしてる。あ、まあ、確かに人の顔を見てない。あ具志堅は一重、人あ二重か、二重奥二重だね。それもあるな。そうそうそう具志堅奥二重なんだ。俺一重なんだよな。あいやでもちょっとやっぱ大きそうだね。50はありそうだけど。さあどうでしょう、参ります。お来ました。はい 50.1。 ギリギリ超えてくるね。はい、さああもう5匹目か。さあ次はお YG です。これもメスかな、うん、さあオスがね結構がっつり暴れちゃったから今回、はい、その禁止瓶の餌を食べずにうろちょろしちゃって体重落ちちゃうみたいな、うん、でなったからサイズあんまり大
きいの期待できないんだけど、そうメスは順調に大きくなってくれてるって感じかな今んとこ。さあ、お、来ました。はい、おー、でかい。これも50あるね。日本に来た中国人みたいになったけど。あるね。うん、これ50あります、確実に。さあ、俺、来週宮崎帰るんだよ。あ、言ってましたね。そうそうそう、ちょっと楽しみでならなくてね。もう1週間切ってるでしょ。来週の、今週か、今週の日曜日だから楽しみな。プロ野球キャンプも行く予定ではあるけど、このテレビで源田の特集見てます。特集あった。はい、守備。マジ俺出てた。うん、関係ねえだろ。そんな一ファンではあろうけども。あ、出てないか、さすがに。あ、いいな、俺見たかったな。さあ、サイズ、お、どうした。後ほどサイズの方どうぞ。あ、いや、もう進めてくね。さあ、52.1。 おー、52超えです。いや、気になるな。 NHK、 なんだろう、あれは TBS。 あ、スポーツニュース的なもの1個みたいな、はい、1枠で特集みたいな感じか。はい、まあ、いいな。源田キャプテンですから頑張ってほしいですね。はい、さあ次、赤目。はい、あ、赤目もメスだね。結構メスがガガガッと羽化してくれてます。来ました。おー、いい出方。綺麗な赤。白目のクワはやってないのか。っているんですか。あ、でもいるいる。俺前やってた時は白目のクワから赤目が出てきて、でそっから赤目を結構やってたんだけど、そう、まあどっちも途中でやめちゃったんだけどね、その飼育スペースの問題で。そう、その中でやっぱ、まあ、赤の方が個人的に好きだから、うん、今赤目の大クワやってるけど、うん、白目もやっぱいいよな。うん、まあ、全部いいんだけどむずいよな。全部いいから見ちゃうと、だから見ない方がいいっていう説もある。あー、好奇心が、うん。そう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 。さあ結果 44.9。はい、はい、素晴らしい。さあそして、お、赤目じゃないやつです。うん、宮崎。違います。YG。 そうです。おー、 おー、いいね。この3択だもんね、今回で。国産奥は今んとこ、はい、あ、アンバランスもいたか。しけしけ。さあ、お、出てきた。おー、出てきました。もう立派。やっぱもう50あるね。おー、うん、おー、あ、でかいでかい。これ何、52ぐらいあるんじゃない。何ミリでしょう。ちょっとまだお尻出てるけど、次第に引っ込んでくれるかな。羽もちょっと今開いてるけど、多分閉じてくれると思う。だいたい、だいたいになるけど。はい、 51.8。 おー、うん、51はあるって感じかな。さあそして、お、もう2列終了。さあ次は、お、来ました、アンバランス。これもオスかな、もしかしたら。あ、でもメスの可能性もあるね。メスかオスだと思う。か、まあオスかメスか、うん、自信がないってことね。さあ、来ます。あ、やっぱり、いやいや、やっぱりオスかメスでした。いや、それはみんなが間違えないことだよ。お、久しぶりのメス、アンバランスの。お、いいね、いい立ち姿。おー、俺が子供の頃だったら多分クワカブの部屋見てるだろうな、こんなクワガタいっぱい出して。なんかね、時計とかで実際いますし、子供にね、声かけられたりとかもあるし。ああ、そうね、昆虫ショップとか。確かに地元の小さい子たちってなるとね、また嬉しいんじゃないですか。またちょっと違う感情があるかもね。確かにな。だから俺の友達の、一回サイズ出します。はい、 46.1。 お見事、立派でした。俺の友達の子供、うん、はい、がクワカブの部屋好きらしくて、お、一回こ、その、まあ、友達だから本当に仲いいやつ、うん、
LINE でそのちょっと一回会話テレビ電話してくれねえかみたいな、うん、いやもちろんいいよみたいな、今ライブ中だからその後でみたいな感じで、でまあとりあえずその写真送ったの俺の顔、うん、その子供に見せてやってみたいな、うん、見せてその写真見てその子供が、うん、まあ俺その後電話したんだけど、うん、そいつが出て、うん、子供はって言ったら、あいやもう大丈夫みたいなのあって、うん、俺の送ってきた写真見て、うん、これ三森くんじゃないって言ったらしい。そう、多分ライブの衣装で眼鏡かけてなくて、はいはいはい、あの髪もあのセットしてるから、うん、違う人だと思ったんだ。あららら、うん、嘘つくなみたいな感じになって、あららそんな感じになっちゃうのか。そうなったらしい。わかんないからな。そう、まあね、考えてること、うん、そう、残念だった。さあ、これもアンバランス。さあ、いきます。はい、おー、いきました、はい、お、一緒ぐらいかな。だいたいその種類で同じぐらいのサイズ感になってるね。すごいいい話聞けると思った。いや、そうだよ、俺もいい話にできると思ってたよ、最初。まあそう、まあそうなんです。印象がね、うん、ユニフォームというかね、うんうん、そう。あとでもいい話あったわ。あ、俺のまあ今高校の時の友達で、うん、子供がこの間誕生日やったの、うん、でインスタとかでストーリーとか流れてくるんだけど、うん、誕生日プレゼントをね、うん、そいつが子供にプレゼントしてたんだけど、うん、それのプレゼントが、うん、46.5 です。プレゼント 46.5 ってなんだよ。あ、ごめんごめん、ちょ、間違えちゃった順番。ああ、これ、こいつのサイズが 46.5。 そう、プレゼント、そのクワカブの部屋の飼育本を買って渡してくれてたんだよ。へえ、はい、それも結構がっつり子供が見てるストーリー上げてくれてて、そう、俺に何も言わず買ったとかそういうのも言わずに、そこで知ったんだ。そう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 、俺が見るかもわかんないストーリーにさ、そう、それテンション上がったな。いや、ありがとうって送って、メッセージで、そう、粋ですね。そう、粋だなと思って、ありがとうって送ったら帰ってこなかった。あるよな、うん、まあそう、意外とインスタのメッセージ見なかったりするからね。あ、うん、もしかして今帰ってきてるかもしれないけど、忙しいし、そう、帰ってきてなかったんだよ、1ヶ月前の話。ああもう多分帰ってこないやつ。さあ、次はお、アンバランス 20g オスですね、はい、これでメスだったらもう怪物ってぐらいもうオスの体重。これはさあどうだ、無事でしょうか。今のところ全員無事で、羽パカの子はいたけども。さあ、いきます。はい、お、オスです。はい、おお。あ、でもさっきまでよりはちっちゃいかな。でもやっぱ太いね。他の子のオスも見たいとこだけどもね。あぶねー、動くね。お尻がシュッとしてるから余計大きく見えるかな、うん、よし、すぐ動き出したらもうこの禁止のトロブネに放り込む。かわいいね。お、いいね、ちょっと動いてくれてる感じもいいな。あ、やばい、間に合い、禁止の掘り出し。OK 完璧なタイミングで終わりました。さあ、サイズはちっちゃく見えるけどどうだろう。あ、68.0。 あ、意外と一緒ぐらいだったか。立派でございました、はい、さあ、お、ちっちゃいボトルラストです。これアンバランス、多分メスかな。さあ、どうなってくるか。多分メスでしょうね。はい、来ました、来ます。はい、おい、お、はい、はい、立派ですね、うんうん、やっぱ YG のあの大きいメスに比べたら何回見てもちょっとちっちゃく感じちゃうけどね。うん、やっぱ45前後って感じか。あ、やばいやばい、この禁止瓶を掘り出してる時に生態をゆっくり見る時間ができるっていうのはありかもな。俺らもちょっとこういろいろ話せるし。あ、落ちる。ああ、俺の話も聞いてない、具志堅。そんな、ちょっと不器用なんですよ、僕。
確かに剣だしな、具志堅って不器用でしょ。いやいや、高倉健さんじゃねえわ。あ、なになに、ちょっとどういうこと。いや違う、高倉健が言ったセリフとかじゃなくて、僕、自分不器用ですからじゃないの。あ、違う、そう、それ自分不器用、いや、だから俺がそれは知らなかったわ。いや、不器用の具志堅っていう不器用の不器用じゃねえわ。不器用の剣じゃねえよ。片揚げポテトの肩だ。片揚げポテトの肩なの。うん、あ、いいね。はい、ラインスタンプになってないんだよね、まだね。いや、いらないよ。いや、そうか。俺、あれ使わねえもん。お前、あの、お前ベーカリーって言うの。確かに。あれ使えねえんだよ。確かに。坂田も元気してるかな。元気。ほんとね。多分。会いたいな。会いましょう。うん。どっかで会いたいね。うん、うん。忙しくなったかね、坂田も就職したみたいで。就職というか、働き始めて。うん、うん。さあ、ということで、結果は 45.2。だいたいこれぐらいだね、みんな。なんかやっぱみんなこれぐらいだから、その大型系じゃない子は、はいはい、大型系のポテンシャルの高さってやっぱ感じるね。うん、50ミリみんな超えてたから。さあ、ということで1400参ります。はい、さあ、なんかこっからは結構オス率が高いかも。お、ここに来て4種類目です。お、インドアンタイウス。インドアンテ。インドアンテ、そう、これ世界で2番目に大きいオオクワガタ。そう、一応ね、サムネ用に世界2位ね。さあ、これまだね、1匹かな、浮かしてきて、80ミリだったかな、その子が。だからそこを超えてくれば、うちで言うと自己記録っていうところになりますが、1匹目で80超えてたのが個人的にはもう十分だったから、そこを超えてきたらより嬉しい誤算だったりするかな。で、これはインドのやつで、2021年の1月頃に孵化してるから、まあ、丸1年って感じじゃない、丸1年超えか、1年ちょいっていう状態ですが、さあ、最後が 38g。 お、来ました。いきます。おお、来ました。はい。お、でかくない？え、初めて見るからかな、その今日そのおっきい系のオクワを。おお、めっちゃかっこいいな。開いてるね。ちょっと今のうち測ろう。開いてるし。あ、閉じた。ちょっと。あ、閉じた。サイズどうでしょう。結構でかい気がする。はい、来ました。お、81.7。おお。素晴らしい。うちで一番大きい。見事です。だいぶでかくなったね。いや、だいぶでかいね。こんな大きくなると思ってなかった。かっこいい。かっこいいね。この光沢感ある感じ。まただからグランディスとか国産のオークワとは違う魅力が詰まってる種類。今までやる機会なかったからね、ずっとね。インドアンタイウスの、ま、このアンテ系のいいところはマットにも十分産んでくれるっていうところかな。産卵剤必要ないっていう、いう良さはあるね。いや、だいぶ大きくなってくれました。はい、素晴らしい。81.7、 見事です。だから今後ももっと大きい子出てくる可能性あるかもね。お、うん、楽しみですが、さあ次は、お、来ました。 YG の国産オクワ、はい、オクワ型オス、うん、そう、だから結構暴れちゃった子が多いから、今んとこ80ミリが今年は一番大きいかなっていうところで、うん、今までの自己記録でいうと85ミリ、うんうんうん、だからそこを超えたいっていうところで今年、まあ去年もやってたんだけど、85が出ることはなさそうかもしれない、もしかしたら。ってぐらいみんな暴れちゃった。うん、それがなんか交換タイミングが良くなかったのか、禁止、まあちょっと禁止が劣化気味のやつを使ったっていうのもあるんだけど、そう、あの禁止購入するタイミングミスって。さあ、そんな中でもまあ元気であればいいですが、いきます。はい、お、赤いね。お、でも立派じゃない。お、綺麗、かっこいい。おー、これまたアンテの跡見てるからよりスマートに見えるけど、で、アンバランス血統よりもやっぱ顎が細いね、シュッとしてる。でもでかいんじゃん、結構。ちょっと測ってみよう、先に測るか。70後半はありそうかも。こんな感じかな。78.3。 はい、十分。28グラムにしては上出来かな。
サイズ感もかっこいいね。おー、かっこいいな。もう頭やっぱ上げた時かっこいいね。おー、いいな。絵になるね、やっぱね。おお。写真撮っとこう。おお。絵になるわ。だね、やっぱりね。クシュクシュだけ言われても絵になるねかな。おい、歯磨き上手かなのサビ。いや、クシュクチュクチュペ。いや、だっけ俺もわかんない、覚えてないわ。仕上げはお母さんがサビか。あー、うん、夏懐かしいね。元気したかな。元気とかじゃないんだよ、まだ続いてるかな。あ、まだ続いてるかな。いつもさ、地元の友達みたいな。そう、もうやっぱみんな友達だと思っちゃってるからさ。まあいいことだな。ウエンツ・エイジとかも友達だと思ってる。いや、小さい頃、うん、テンテレね、小さい頃のテレビ戦士だったからうん、さあ、このカゴラストです。はい、これも YG オス、はい、こいつは 32g で、比較的暴れ少ないから、もしかしてこいつは80超えてくれてるかも。32あれば、うちの感じで言うと今までで言うと82ぐらいあってもおかしくないかなっていう感じなんだけど、それがどうなってくるか。80あればめっちゃでかいからね。さあ、お、来ました。自ら出てこず。あ、どうだ。あ、でもまあ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 。おー、顎も先端をすごい前に向いてスマートだけど、どうだ。80あるかな。はい、来ました。あー、80、あ、ごめん、嘘ついた。 78.5。 はい、惜しい。さっきのこと一緒ぐらいか。でも固まってるから印象がちょっと変わるね。80はいかず。ただまあ、まだあと一カゴあるからね、そこにもしかしたら眠ってるかもしれない。78、まあでも平均、平均かな、うちで言うと78前後のイメージはあるかな。素晴らしい、立派、だいぶ立派な、かっこいい子でしょ。はい、これで2カゴ目終了。はい、はい、ちょっとこれ一回綺麗に、ある程度綺麗にします、うん、いきます、せーの、はい、はい、という皆さんの中指と薬指のおかげで、あ、違った、中指と親指のおかげで、うん、無事減らすことができました。はい、変だもんな。あー、でも、うん、まあね。いや、フォローできないよな、そりゃ。ありがとうな、フォローしようとしてくれて。はい、これで残り9匹やっていきましょう。はい、もうあっという間30匹掘り返してるわけだからね。なるほどな。まあでもみんな無事で、うん、順調で、うんうん、残り9匹も無事だと嬉しいけども、ね、はい、さあ1匹目からいきましょう。お、これ、YG 33g、 立派です。さあ、いきましょう。飼育とかしてるやつ、飼育方法とかもろもろも過去動画とかでいろいろ自分なりのやつ言ったりしてるんで、よかったら漁ってみてください。そう、そういうのまとまってるの方が嬉しいなっていう人は、ぜひ概要欄から僕が出した飼育本も買えるんで、うん、それもぜひお願いします。お願いします。さあ、どうでしょう。あれ、どうだ。あ、大丈夫かな。お、だ、あ、大丈夫か。お、大丈夫だ。いきます。はい、お、どうだ。お、あうんうん、おー、いいね、固まってかっこいい。あ、力強い。ここちょっとボッコってなってるね、ここは。でかいかな。あ、力強い、だいぶ固まってるね。80ないかな。ちょっと測ってみるか、先に。さあ、測りやすそう。はい、77.0。 70、78か。やっぱまあ暴れてるのが原因な気はするかな、僕なりの見解にはなりますが。もうすごい、足を上げて、ちょっと前世犬の可能性があるね。忙しいな。いや、どういうこと。犬だったりクワガタだったり。まあまあ前世だからね、記憶はないかもしれないけど。おー、いいね。でもかっこいい、固まって立派です。さあ、残り8か。80出るかどうかっていうとこも注目だけども。さあ、次は、お、これも YG。 お、これだいぶちっちゃい、24グラム。
はい、うん、だからこっから上がっても上がってて羽化してくれてたらワンチャンなくはないけど、でも 24g だと今までの印象75前後のイメージかな。さあどうでしょう、いきます。おさあ、はい、お、来ました。お、赤いね。お、でも結構でかいんじゃない。綺麗、こいつだいぶ綺麗だね。お、しっかり開いてくれて測りやすい状態。お、75.9。 はい、75mm。 75.9。 このちょっとこの洋室は後でサムネ用に使うかもしれないからこのまま入れときます。はい、はい、さあ残り6、うん、これいきましょうか。お、これも YG、 結構 YG が続くんじゃない、もしかして。これ31、なんかグラムで言うと、例年で言うと80超えそうなグラム数だけども、今のところさっきまでね30グラム台がみんな70後半だから、そこはどうなってくるか。さあ、いきます。はい、おお、来ました。おお、でも立派。70は、あ、まあ80はなさそうかなっていう状態ではあるけども、無事羽が開くこともなく、あ、ちょっと顎がずれてるけどね、多分こう閉じた時に若干こう、こいつが下に行ってるかな。お、 74.9、 だいぶちっちゃいね、はい、でもかっこいいね、やっぱね、顎キュッと開いて、かっこいい、かっこよく見せる見せ方も知ってる大桑だ。インスタグラマーとかの素質があるかもしれない。なるほどね、うん、いや、できたらすげえ人気出るかもな、大クワガタでね、うん、でも信じてもらえないと思うよ。あ、うん、大クワガタ本人ですってプロフィール書いてても言ってらってなるから。まあでも信じてくれる世の中でもあるんじゃないですか、ね、あ、そうあってほしいね、うん、で信じてくれる人を大切にしていきたいよね。そうっすね。え、何の話だよ入ったな、一発入ったね、ガツンと魔石芸能者出しちゃったな事務所は分かんないですけどいやいやいや、分かってよ、いいじゃん別に俺らの入ってる事務所ではあるからここで渡辺とか言った方が迷惑かかるから確かにさあ、え、あと7か。はい、さあ次は、あ、これも YG です。あ、わ、これ出したやつか。あと6か。あと6じゃねえかよすいませんね、うちのカメラマンが。さあ次 26g。 あ、 YG です。はい、ここら辺もなんか75超えるかどうかって感じかなとは思ってるけども、今までで言うと、お、あ、出てきた、いきます。はい、あー、でもやっぱ75ぐらいか、ちょっと細いね全体的に。今までで言うと75から77ぐらいのイメージだったけどね、やっぱだいぶ小ぶりになってる気がする。3本目の禁止瓶での影響がでかいかも。3本目、1本目の、2本目の 71.1。 はい、やっぱだいぶ小ぶりだったな。あー、回る系、前世ベイブレードか。忙しいで。いや、その忙しいってなんだ、その表現。ベイブレードだったりさ、クワガタだったり。ごめん、今ちょうど転生してクワガタだけど、前世は多分ベイブレードだ。71.7。でもやっぱこれぐらいが見慣れてるな、やっぱ。小さい頃、やっぱこれぐらいですごい大きいって感じだった。よく見るのは62、3ミリぐらいって感じだったかな、うん、販売されてるのは。で、一番でかくて70いってるのかなぐらいの感じ。さあ、そして次は、お、赤目の大クワ。これはオスかなっていうやつ、16g。さあ、これが誤算で大きめのメスだと個人的には嬉しいけど、どうなってくるでしょうか。はい、お、来ました。いいね、オスです。はい、お、赤いね、目もしっかり赤くて、体も今まだ赤いからフルレッドみたいな感じになってるけど、はい、これは黒くなりますね、体は。でも結構顎長いな、なんか顎めっちゃ長く見えるな。
の長く見えるっていうか長いんじゃないこいつ。そんなことないかな。さあサイズは16だからね。最終65あれば十分って感じだけど、あでも 68.0、 うん十分。あのアンバランスケットと同じぐらいか。あとで比較したいねちょっとね。うん、アンバランスと落ちる同じぐらいのサイズ感だったこと。いいね、綺麗。68.0 どう、まだアンバランスケットの見た目とか覚えてる？覚えてます。ああ伝わる？この細さ、顎が、顎の細さ。確かにだいぶ多分、実は並べたら変わると思う。うんうんうん、これが通常って感じかな。なんかちょっと長く感じちゃってはいるけど、長い気がする。長い気は、細長い、細いから長く見えてるかもしれないけど、うん、さあ、アンバランスも出てくればいいけどね。お、ここ来ました。宮崎の奥はおの 24g、うん、宮崎の奥はの中では育ってくれた方かな、うん、24。今まで一番大きくて77だから、そこを超えれたら嬉しいなっていうので最近やってはいるものの、うん、77を超えることはないっていう状態だね。うん、で24だと77行くことはないんじゃないかなとは思うんだけど、まあ、70あったら嬉しいかな。最近70行ってる子が少ないから。少ないっていうかここ数年いないかも、もしかしたら。さあどうでしょう。あ元気そうです。やっぱ通常の大型血統じゃなしに80超えるのは結構むずいイメージ。いきます。はい、お綺麗に、よかった、綺麗に浮かしてました。おーいいね。あ、でもなんか体が長い感じするね。さっきのこと比べると70あるんじゃない。さあどうでしょう、まあ、ざっくり。はい、結果 72.3。 おー十分でかい。はい、ここ最近の中ではだいぶでかい方やっぱ30は必要なのかな。80いくってなるともっと必要かもね。なんならこの感じで言うと単純に20中盤で70前半だから32、3ぐらいいるかもね。うん、30の宮崎の大桑の幼虫見たことないからな。うん、やっぱ結構むずそうだけど。さあ次は、おここでなんと YG 大桑はもういないです。はい、だから80はいかずだったね今回。うん、さあここで、次はグランディス。おグランディスのなんか世界最大の大桑型、うん、これはね1本禁止瓶1本だね。取りこぼしからの子って感じだから、入れたのも遅い8月って感じだから、まあ6月ぐらいから孵化して8月に入れてって感じだから、この禁止瓶で、6ヶ月ぐらいここにいたって感じか。だからメスの可能性もあるかな、か小ぶり直すって感じだけど、どうでしょうか。さあ行きます。あ元気だ、よかった。行きます。はい、おお犬神家、お、オスです。小ぶりなオスでございました。こんな感じなんだ。そうグランディスはあの大きくなってもこの内歯っていう中の突起が頭の方に近い、だから閉じてる時ってよりはこう開いた時にかっこいいって感じだよね。だから大王と似たような雰囲気かな。なんか閉じてる時はそんな迫力感じないけど、開いてる時の迫力がすごい。だいぶ小ぶりだけどね。サイズはどうでしょう。はい、64.5。 はい、あんま似てる感じか。そうだね、インドアンデと、うん、もうなんかこんな感じじゃないし。あーでもインドアンテ見比べたら全然変わると思う。なんかインドアンテの方が開いてる、顎のこの2個目の顎は前向いててちょっと先端に近いかな。で全体的に太いけど、グランディスはやっぱ細いね、ここの突起が。難しい難しい、うん、撮影が、うん、ああ覚えるのか、覚える、ああ具志堅大丈夫だよ、覚えなくても、覚えなくても具志堅ドラマ生んでくれるからさっきちょうど見てた、そうちょうど見たからね、やっぱいいね、めちゃくちゃ考察してめちゃくちゃ外すの面白いなでもこれなんとかで、なんとか、うん、あビヨヨヨンクワガタ
白かったわ。改めて見るとカメラマンの知ってるクワガタ全部買うっていう動画シリーズ、あれ全部面白いんでぜひ見てください本当におすすめ、はい、64.5 でした。はい、はい、でも無事で何よりです、うん、さあそして、もう一匹グランディス、これは、27g、うん、グランディスにしては軽いかな。だから70中盤あれば嬉しいっていう状態だけど、どうでしょうか。グランディス自体は自己記録は 83mm でもそこまでの子は出てこないかなっていう感じかな今んとこ。今後はあるかもしれないけど。さあ、お、来ました。お、まだ孵化して間もない、いきます。はいはい、おお。あ、でもさっきよりかはでかいね。はい、70ちょいかな羽先で、こんな感じか。はい、69.3、うん、70ギリいかず。でも十分立派だね。無事で何よりでございます。はい、こいつはインドのマニプールの方のグランディス、ラオスのグランディスとかいるんだけど、ああ、そう、地域によってまたちょっと違ったりするから、うん、今後行きたいだね、グランディスは、うん、さあ、そしてあっという間ですごめん、ラッという間って言いそうになってきたサンドイッチマンさんのネタみたいにあ、うん、あ、わかんねえわ、それ。そう、街頭アンケートかな、うん、かなんかのやつで、はい、ラッという間に終わりますみたいなで、いや、あっという間に終われよ、うん、ちょっと長そうじゃねえかっていうのが、あ、いいね、めっちゃ面白くて、それ言っちゃった、うん、あれ優勝したネタかな、多分街頭アンケートは。そう、なんかこれがそこに入ってたかはちょっと曖昧だけど、焼きたてのメロンパン売り切れんだろう、売り切れんだろうってやつ、あの時期流行ってたからね、焼きたてのメロンパン。あ、そうなんだ、ね、俺聞いてたもん、そういうの。懐かしいな、血液型を次の4つから選んでください、うん、A、A 型、うん、B、O 型、うん、C、B 型、うん、D、A、B 型、うん、ややこしいなっていうやつ、あれもやっぱ面白かった。いいね、単独のなんかアフタートークかなんかみたいな特典のやつで、うん、あれ思いついた時に勝てると思ったみたいな言ってた、うん、やっぱ、かっこいいな、かっこいいなって、俺もそれ言いたいなと思ってなんかないかな、片揚げポテトの刀の思いついて、うん、YouTube いけると思った舐めてんじゃないよってなるけどねそう、まああっという間で、はい、ラストでございます。はい、さあ39匹目、最後はインドアンテになりましたね。今回一番サイズで言うと予想以上に大きくなってくれてるやつ、うん、で最後が37、うん、だから、前回が42でそっから落ちちゃったって感じだから、うんうん、さっきの子が38mg とかだったから、うん、そこで言うと同じぐらいの可能性はあるんじゃないかな。まあ、あとは無事であることを祈りつつ、洋室、さなぎの部屋はだいぶ綺麗に作ってくれてるから、さあどうなるでしょうか。ラストです。お、来ました、いきます。はい、おー、いい出方。おーおー、でもこつ、あ、ちょっと開いてるか、ちょっとだけ開いてるけどね、ここでも閉じ、あ、まあ閉じないかな。いやー、でもやっぱこついね、さっきの方がでかいかな。やっぱごついよな、横が、うん、この光沢感、ギラギラ感出るよね、ほんと磨いた感じの、革靴を磨いた時の輝き。さあ、ラストサイズ、これラスト侍みたいに言っちゃったけどさあ、どうでしょう、来ました、結果 76.7。 はい、だから1匹目の方が大きかったね、うん、とはいえ、やっぱ立派です。76.7。 なるほど、今連続で見たので。ああ、分かる、違いが今は分かるけどな、帰りの電車で飛んじゃうんだよ。いやいや、別いいよ持った方だって具志堅にしては帰りの電車まで持ったな、十分だそう、この先端グランディスの方がやっぱここの頭の方に近いで、開いた時なんか開いた時には、閉じてる時にはもうちょっと頭寄りに突起がね向いてるというか、若干アンタイアスはやっぱ両方前の方に向くから、突起も先端が、
まあ、大クワガタっぽい、うん、ことですよね。そうね、まあ、グランディスが焼き…あ、でもまあこのテカテカしてる感じがまた、うん、あ、特徴の一つ。そうね、特徴、だいぶ特徴だと思う、うん。さあ、ということでちょっと羽若干開いちゃったけど、うん、無事元気で良かったです。はい、ということで以上になります。はい、素晴らしい、最高の掘り出しになりました。うん、前頭無事でね、ちょっと羽が開いちゃったことかはいたけど、うん、39匹元気そうで、それが一番でしたね。はい、うん、で、まあアンテに関しては81も出てくれて、まあ、意外と立派な子もいて、で、グランディスと国産の YG とかそこら辺に関しては今後も羽化してくるんで、そこも楽しみになったかな。うん、アンテも また時期に羽化してくると思うんで、そこでまた81以上の子も出てきたらより嬉しいかなとは思うんで、はい、ぜひ楽しみにしててください。はい、具志的にはどうだったこれ。いや、大クワガタだけという、うん、そうね、ことだったんですけど、贅沢。それでもこう派生して、うん、いろんな個体がいることによって、確かにね、で連続で見ることによって違いも分かるような気がしましたし、うん、で今日だとあの80ミリのインドアンテ、うん、とアンバランスのはいはいはいオスオス、あのこう極太系のね、はい、顎が太くなってる感じの子がすごいかっこよかったですね。あ、嬉しいね。あのこの1400でしたっけ、ボトルから、うん、これから70ミリぐらいのオスが出るのはなんかすごいいいですね。ああ、この800の方か、800の方、ちょっと小ぶりの方、はいはい、これか確かにちょっとギャップあるかも、メスのイメージがやっぱ強いから。そうですね、うん、それから70ミリぐらいのオスがこうバッて出た時のインパクトはめちゃくちゃ、ああ、そうね、うん、そうだね、だから結構70ミリ台だったらこれでも羽化までいけるから、うん、結構こっちで、まあ、スペースもこっちの方が少なくてやれるしやったりするんですけど、うんうん、やっぱそれはそれでいいね、うん、ちょっとしたギャップの部分で具志堅も楽しんでくれて、うん、そうね、だからまあ最後、そうか、比較するって言ってたね、ちょっとね、はい、ちょっとだけ出しましょうか。さっきの大クワ、赤目の大クワガタとサイズ、うん、68ミリぐらいのやつかな、うん、これかな、これか、だからアンバランスと赤目の大クワ結構多分同じぐらいのサイズ感だった子がいるんですけど、うん、それは多分結構顎の違いがすごい分かるんじゃないかなと思うんで、そこちょっと出しましょう。あ、これか、 68.5 と68、はい、だからほぼ一緒だからやっぱごつさが違うもんね、こう見た時。だいぶ変わるよね、まあ、ちょっと赤目のオークアの方がちょっと顎が長いってのもあるけどね、うんうん、こっちの方がちょっとがっしりしてて、顎の太さはやっぱ結構一回り違うぐらい太いかな。ちょっとこっちの方が固まってて、ちょっとなんていうの、足とかもギュッて立ち上がってるからより迫力感じてるのもあるかもしれないけど、うんうん、ここもだいぶ変わるね。うん、いや、かっこいい、まあ、どっちも良さはあるけどね。で、まあ、ちょっとサイズがあれだから難しいけど、うん、グランディスと、はい、アンテ、お、アンテも見ましょうか。じゃあちょっとちっちゃい子の方がいいか。2匹目、さっきの2匹目76mm、 こいつは前かな。こう見たらこう突起の位置、中の突起の位置が結構変わる。うーん、頭に近くて、はいはい、でグランディスは顎今精一杯広げてるから前向いてるけど、閉じた時はもう平行寄りというか、なんならちょっと内寄りというかねって感じになるけど、アンタイアスはちょっと閉じてる状態でも前、両方前、突起の位置的にどっちも同じ方向を向いてる感じになるかな、うん、今意外と閉じたら平行っぽかったけど、まあ基本こう同じ方向にこう突起の先が向かうみたいな感じ、うん、で光沢感が何より違うよ、ね、
アンタエスもやっぱかっこいいね、飼育してみたら。はい、うん、俺はグランディスがやっぱ一番好きだから、まあ思い出が強いってのはあるけど、うん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 、だからずっとグランディスやってるけど、アンテやる機会なかったから。でもこれはやっぱこうアンテ好きな人っていうのがずっと根強くいるのがわかるね、アンテのかっこよさ。うんうんうん、はい、って感じかな。はい、うん、まあちょっと国産オークはまたの機会でか、まあまたあの動画を再生し直して、うん、1個広告踏んで、見てもらえたら嬉しいですそれはまあ人もあり、まあ人にもよるか、うん、プレミア会員の人もいるだろうし、うん、ということで、まあ結局どうだ、撮影自体は1時間半ぐらいかな、うん、うん、になったけど、まあ動画自体はどんぐらいかわかんないけど、結構長めの尺になってると思うんで、うんうん、ここまで見てくれた方ありがとうございます。ありがとうございます、はい、引き続き、まあ今後もいろんな動画あげるんで、よかったら見てってください。はい、そんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。